こんにちは、直樹です。今日はですね、ロングビーチにおります。私ですね、その他にもですね、アメリカの動画とかですね、ヨーロッパの動画も作っておりますし、ゲーム実況動画も作っておりますので、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。で、このロングビーチですね、ロサンゼルス、まあ、ビバリーヒルズからだいたい50キロくらいですね、南に行ったところにありますロングビーチ市ですね。で、今日はですね、ロングビーチコミックエキスポっていうところに来ております。で、実は先ほどのね、左のところからは入れたんですけども、わざとね、ちょっとあのロングビーチのね、コンベンションセンターの周りもね、見つつ、ロングビーチのね、街並み、私ロングビーチの街並みもね、何度かあの動画には撮ってるんですけど、あとまあね、あのカメラのね、あの性能もそんな当時良くなかったので、まあまた撮り直すのもいいのかなと思って今撮っておりました。で、中央から入ってね、で、そのコミックエキスポの方にね、行ってみたいと思います。で、まあとりあえずテクテク歩いていきましょうかね。で、時間があったらね、もっと南に行くと海に行くんだけども、これも前動画撮ったと思うんだけども、昔から私の動画見ていただいてない方にもね、あのどんな感じなのかロングビーチね、それも一緒にね、お伝え、時間があればね、お伝えしたいと思います。ではね、この階段登っていきましょうね。はい、ロングビーチコンベンションセンターという感じでね、来ましたね。去年はね、逆側のね、そんなコンベンションセンターのね、中央っていうかね、メイン広場じゃなかったんだね。で、今年はね、どうやらね、メインのコンベンションセンターを使えるようですね。それなりにやっぱり人が増えたっていうことなんでしょうね。今まで使えなかった場所が使えるっていうことになってるわけなので、規模もね、やっぱり中央の方がね、中央のコンベンションセンターの方がね、大きいので、出店者もね、多くなってるっていうことなので、ちょっと楽しみではありますよね。あ、ジュラシックパークって書いてますね。これもジュラシックパークですね。ほら、これ全部ここら辺ジュラシックパークのものですね。ベイビーレックスって書いてますね。カリフォルニアで、前お話したかもしれないんですけど、これね、正式なね、ナンバープレートです。で、カリフォルニアね、自分でね、例えばハートのマークとかね、そういう風なナンバープレートも作れるんですよ。お金かかるんだけどね、別途で。セガのジュラシックワールドって書いてたね。こんな感じだね。ちょっとこれは大きいね、ね、このトラックは。おっきいおっきいおっきい、はい。ああ、ほらほら、昔のほらセガの筐体あるね、中に入ってるね。これはこれですごいなね。こんな感じですね。で、世知辛い世の中になったものでね、去年までね、こういうのは身体検査もなかったんだけども、やはりね、テロとかの影響もあってね、こういう風な感じでね、身体検査するようですね。なんか BB-8 のね、リモートコントロールだよね。ほら、こんな感じで動いてるんだね。そしたらね、内部入ってみましょうか。こんな感じになってます。で、私ね、これ動画で撮ったことあるかな。いずれね、ちょっとね、こちらはね、去年と違ってね、大きな会場になってんだね。だから去年と比べて、出店者も増えてるってことなんだね。まあ、適当にね、歩いてみようか。で、コミックエキスポって名前だけあってね、アメコミが多いんだね。で、このアメコミが多いから、日本のアニメっていうのとはちょっと違うね。で、南にね、ロサンゼルスからずっと南に行くと、ほら、メキシコとの国境の近くにサンディエゴって街あるでしょ、あるんだけど、で、そこはね、そこもアメコミがね、結構主流なもんでね。で、アニメエキスポとかとはちょっと違う感じ。コミックエキスポとかね、コミコンとかっていうのはアメコミのヒーローとかのね、コスプレが結構ほら目の前にいるよね、まあ、多い。あとスタートレックとかね、多く、それでね、アニメエキスポの方は、漫画とかアニメ、まあ日本のコンテンツの方が強いって感じだよね。だからアニメエキスポでね、アメコミの、ね、ヒーローとかの、ね、コスプレしてる人だとね、結構浮くのよ。だから、そのなんていうのかな、それぞれの、ね、博覧会には、ね、やっぱり特徴があって、
でそのアメコミ用とかね、アニメ漫画用みたいな感じでね分かれてるって感じかな。で全体的にねこうぐる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 ちょっと回ってみましょうか。はい、でこんな感じだね。これワッペンかな、なんかいろいろねデッドプールとかねキャプテンアメリカのね、ワッペンみたいなの売ってますね。でワンパンマンのなんか T シャツとかね、まあ、ジャンル問わずねジェイソンの T シャツとか売ってましたけども、あとはこのよくある武器系ですよね、武器系が売ってますし、ちょっと見てみましょうか。アクセサリーとかね、こんな感じでね、人形ですね売ってたりしますね。でなんか去年に比べるとねコスプレしてる人はちょっと少ないのかなって感じはしますね。でコスプレしてるとしてもねスパイダーマンとかねあのデッドプールがね結構多いのかなって感じもしてます。だからそんな特徴があるねコスプレっていうかね奇抜なコスプレっていうかねではなくてもなんかそんなコスプレとしてはあまり見応えがないのかなって感じですよね、去年に比べるとね。はい、ちょっともっともっとまたね、あこれあれですねスタートレックのコスプレっていうかねT シャツっていうかね長袖を売ってましたね。でここもね同じようにまあでもこのねなんていうの人形って普通のねお店とかアマゾンとかでも買えるからね特に別にここで買わなくてもって感じかな。そんな安くもないしね。でアメコミだね、アメコミ売ってて、でほらなんか売ってるの同じでしょね、売ってるもの同じなのよ。で特別ねここでないと買えないってわけでもないし、ほらスパイダーマンでしょ目の前だから、なんかね去年よりはねその出店数は多いにせよ、あまりその特徴のないイベントになってんのかなって正直個人的には思うよね。ほら売ってるもの同じでしょね。でこんな感じ、ほらほらほらここもね売ってるもの同じ。私、同じところぐるぐる回ってるわけでもなさそうなんだけどね、これほら売ってるでしょ。で隣もねほら同じもの売ってるでしょ。だからね本当になんか今年は特徴がないのかな。だからなんかジムカスタム特徴がないのが特徴かっていう甲浦区みたいなね状態になってるイベントかなって感じだよね。あこれが一番の特徴かな、 ET だね ET。 でなんかこっちはなんだろう、子供が遊ぶエリアなのかな。で武器があって、あなるほどなるほど、こうやって遊んでるんだ、光線銃だこれ、光線銃でこれ一応障害物でビビビビビビっていうね昔流行ったゲームだよね、ナムコのほらなんだっけ、卵帝国にあったよね。私ね結構あれうまかったのよなんかボディペイントしてるよね、ほら。でここはねアーティストの人たちが描いた絵だよね、ほらこんな感じで、おサイヤマンがいた、ね、ここの列はね、アーティストの人たちの描いた絵を売ってる感じだね、ナルトとかピカチュウとかね、なんかあるね。この人はディズニーアーティストって書いてるからね、ディズニーから認められた人なんだろうね。でディズニーってね、まあ、かなり厳しいからね、だからああいう風にディズニーアーティストって書いてるんであれば多分許して許可もらってね、まあ、著作権料とか払ってね多分売ってるんだろうね。ここはねアクセサリー、トールのハンマーだよね、ミオニールハンマーかな。であと進撃の巨人のマントみたいなコートとかね売ってるね。でここはスターウォーズのものとかかな、なんだろうフィギュアとか売ってるね、ほら
で BB8 のこれスターウォーズの BB8 の何なのかな、 BB クリエイト、あなるほどね、これ面白いシャレだよね、 BB クリエイトだ、ははは、クリエイトと BB8 をねかけてるんだね、うん、これはねなんかいいアイデアだよね。でやっぱりねこれでもかっていうこれを売ってるよね。だからどこでねここのねコミックエキスポね、これがやたらと身につくね。で特にね安いわけでもないからね、アマゾンでも売ってるから、まあどうなのかなっていう。これは手作りのあれだね、ドット絵の、キャラクターのものだね、はい、でもあとはここで出口って感じだね。ここはね戦隊ものだね。で、戦隊ものを今までやった人たちが、イベントの人としてね出てる感じだよね。でサインとかねしてね、自分のサインのフォートレート、フォートなんていうの、写真とか売ってる感じだよね。あダースベイダーいたで、こんな感じで、これは何だろう、スターウォーズの、あ501あれだよね、ほらレギオンだね、ほら、まあ、去年もねいたけどね、ダースベイダーだね。ここのお店のものはねスチームパンクのもの売ってるよね、ほらこんな感じでね。でまたこっち側逆側もほら、これねどこ見てもこれ売ってるよね。だから何なんだろう、コンテンツとしてはね、その市場としては本当に選択の幅がないって感じはするよね。ほらこんな感じだね。あれこれはあれだよね、プロレスのマスクでね、ウルティモドラゴンいるよ、ウルティモドラゴン、ほらね、ウルティモドラゴンいるね。でこれは昔のギャラクティカの映画版なのかな、わからないよね、オリジナルって書いてるもんね。だからギャラクティカの人なんだろうね多分。私ちっちゃい時にねギャラクティカを見てね、結構ね強い衝撃をね受けた記憶があるんだよね。あこれ面白い、これあれだね、宇宙服だね。はい、そういうわけでねコミックエキスポね早めに出てきてしまいました。出てきてしまいましたっていうのもすごい話なんだけども、なんかね規模は大きくなって出店者は多くなったんだけども、なんかみんな売ってるものは同じって感じかな。あとは市場としてはねやっぱりねアメコミ系はあまり、そのもちろんコアなファンはいるんだけども、やっぱりアニメとかね、漫画とかねゲームとかの方にやっぱり今って市場の方に傾いてるのかなって感じがします。何をめなんか観察してんだよって話なんだけども、いやなんかそんな感じがしたんだよね。まあ私がねそんなこと言ってもどうしようもないんだけどもね。でこれがね、ロングビーチのね、海側の風景だね、こんな感じ。あ目の前にあれだ、ポケモンのあれがいる、ポケモンのあれがいるっていうのもすごいけどね、こんな感じになってます。で逆側はね、こんな感じで、パームツリーがあってね、でずっと奥がずっと奥がっていうか奥が海だよね、うん、で噴水もあってね、場所的にはねすごいロングビーチもねいい場所でね、たださっきっていうか車の中で行ったと思うんだけども、そのなんていうの、新しい建物も増えて綺麗な建物も増えてるんだけども、ちっちゃい店舗はね結構撤退してるって感じで、リース物件がね結構多く見えるということですね。であとはそのロングビーチのここのその中心部は綺麗なんだけども、北にね、電車の間隔でいうとブルーラインっていう電車があるんだけども、2つ3つ行ったところからはねもう治安が結構悪くなってくるんだね。であとついでに言うとね、うん、だから治安が悪くてね、そのブルーライン、電車のブルーラインね、電車の中が北斗の県なのよ。だから、女性でね一人で乗るのは私はおすすめしないよね。でちょうど前見えるかな、なんか煙突みたいのあるでしょう、まさにそれ煙突で、クイーンメリー号だねあれが。で実はその、クイーンメリー号の隣にねスコルピオン級の潜水艦、ソ連のあれもね停泊してるんだね、停泊っていうかね展示してあるんだね。で今日はね別にクイーンメリー号をね見るために来たわけじゃないので、またそれはそれでね、今度ね
見に来れたらね来ようかなと思ってます。はい、でちょっとね私じゃあここ下に下るね。はい、降りてきました。でね、降りてくるところの階段がねこんな感じで結構急な階段だからね、別に私いつもお話ししてる通りね、あの YouTuber じゃなくてただのサラリーマンだからね、別にね歩く時もそうなんだけど、まず信号とかね渡る時とかもね基本ね動画撮らないのよ。であと動画こうやって歩きながら話してる時も見てないのよ動画だから、ブレてたりするんだけども、ね、だいたい自分の口当たりちゃんと声がね通るように口当たりには携帯は持ってるんだけども、動画がねどう撮れてるかはっきりとは分からないんだよね。でねちょうど目の前分かるかな、目の前がね結構ね有名な建物っていうかね、皆さんねロングビーチ来た時に撮ってる建物だね。私もあれの建物のね詳細は知らないんだけども、ちょっと拡大できるかな、これ拡大、あ、できたできたできた、ほらなんかこの建物を見るとね、だいたいロングビーチ来たのかなっていうのが分かる建物だねこれは。であとはねちょっとまっすぐ進んでみようか。で建物からねちょっとこっちに行くと灯台があるんだけども、灯台のところね行き止まりになってるのよ。だからこっから行こうと思っても目の前だからね行けそうな感じはするんだけど、実は行けないんだね。でここもねただの直線なんでね、あっちに渡ろうと思っても渡れないわけですね。ほら一見渡れそうに見えるんだけどね、繋がってないのよ。ほらまあね、あそこにもちょっと行ってみようかね。でただねあとはもう直進してね、直進するとねあれがある、水族館で、さっきの展望台じゃないや灯台がこっちで、であとこのままねもう道なりでまっすぐ行くだけだね。道なりでまっすぐ行くだけって言っても、私ちょっとイレギュラーな歩き方してて、でコンベンションセンターから渡ってきたんだけども、それもあんまり人が通らない側ね。でほぼね皆さんねほら私と逆の方向からみんな来てるでしょ。それがねほぼ皆さんが通る正規のルートみたいな感じなんだね。私がイレギュラーに歩いてきただけの話で、実際はね皆さんねこっち側から来るんだ、こっち側、だから今からこっから見ると北側から皆さん来るんだね。観光船がねほら出発するよね。結構なんかいい眺めだねこっちから見てても。これもそうだね、グランドロマンスなんて書いてるんだろう、でリバーボートって書いてるのかな、わかんない。あ、走ったっていうか航行した、航行っていうのがわかんねえや。まあいいや、とりあえず進みましたね。はい、で皆さんがね来るルートってねこっち側からなんだね。ほら車とか結構走ってきてるでしょ、駐車場止めるために。でこれがね皆さんが来るルート、もしくは歩いてくるんだったらば、あそこのねなんかジェットコースターみたいな柵になってるところからだよね。なので私が来たルートはちょっとイレギュラーなんで、皆さんねこっちから来るっていうことだよね。はい、車もね歩行して歩いてくる方もね皆さんこっちから来ると。で、だいたい次のねここら辺で、左に行くかね、右に行くかっていう感じだよね。で今日はこれ何かあんのかな、わかんないけど、私これくらいね人が並んでるねところ見たことがないんだね。なんかこれね水族館前の噴水だね。はい、で目の前水族館なんだけども、だからさっきのルートから言うと北からこう南に来てるんだね。南っていうか 南西かな。でそれで水族館で今ちょっとなんかね改装中みたいな感じ、まあ普通に水族館入れるみたいだけども、そしたらね水族館のところからねさらに南に進んでね灯台のところ行ってみましょうね。はい、でひたすらねもう道なりに歩くと。でこれ水族館ですね。でこっち、鳥の鳴き声聞こえますよね。でこれってだから隣がね、水族館だからね、水族館で飼ってる鳥ですよね、鳥類ですよね。それのさえずりっていうのかな
結構いろんなね声が聞こえるけども、鳴き声が聞こえるけども、でこれね面白いのはこうやってこうなるとほらこう変わるんだね。はい、ではねまたね灯台に向けてね、あっちの灯台に向けてねちょっと進んでみましょうね。あとはもう直進だけですよね。はい、そうしたらね、ちょっと歩いていきましょうか。でこのね、別にこっちからでも歩けるんだけどね、わざとねクイーンメリー号をね、皆さんにねお見せしたいからね、こっちのねわざと坂道の方ね行ってみようと思います。ほら見えてきたかな、ちょうど中央に多分ねカメラの中央にね映り始めてるのかな。ちょっと逆光でねなかなか見にくいかもしれないし、真ん中に木があるからねちょっと分かりにくいかもしれないんだけども、はい、あれだねクイーンメリー号、もしかしたら見えないかな。あほら見える見える見える、スコーピオン級、ソ連のスコーピオン級の潜水艦もあるよね。で、クイーンメリー号をね、目の前のクイーンメリー号があるんだけども、ちょっともうちょっと近づいてみようかね。あなんか綺麗だねほら綺麗だね。でクイーンメリー号の行き方なんだけども、さっきのね水族館のところからね歩いてね行けるのよ、ここの橋渡って。でちょっとね今歩いていけるっていうのもねちょっと誤解があるからあれなんだけども、普通にね、確かね10年前くらいにね私ね歩いたのよ。で別に歩かなくても無料のね、確か当時ね、今どうなってるか分かんないよ、その財政とかのね、市の財政とかどうなってるか分からないから。ただ10年くらい前はね無料でねクイーンメリー号のところまでねロングビーチから行ける連れてってくれるバスがあったんだね確か。で私別にね別にちょっと歩いてみっかと思ってね、こっからねぐーっとね歩いてったことあったんだよね。で歩けないことはないんだけど、やっぱり疲れるからね歩くのは良した方がいいです。はい、そういうわけでね、あとちょっと拡大、もうちょっと近づいてから拡大した方がいいかな。ちょうど中央に見えるのがねあれがね、ソビエト時代のね、潜水艦だね。はい、でクイーンメリー号はねもう引退してる船なので、ずっとあそこに停泊してるわけだね。じゃあできる限りね一番近そうなところまでね行ってみようか。はい、でここをちょっと入ってで進もうね。ね静かなところでいいよね。だと多分これがね徒歩で、対岸のところでギリギリ、行けそうなところの最大のところだね。で、ちょうど真ん中、潜水艦なんかポコーンってさほら、見えるでしょ。ポコーンっていうか、まあ、潜水だから艦だからポコーンなんだけども、ね、あれが潜水艦ですね。ちょうど中央のクイーンメリー号の隣にあるのが潜水艦、ソ連の潜水艦ですよね。スコーピオン級だったかな。はい、で、今からねまたねほらさっきの建物があって位置的にはそれで、この展望台になってるっていうことですね。だから、南はねこっちこっち、南がこっちになりますね。はいはい、そしたらね展望台じゃなくて、灯台にね向かってね歩いていきましょう。もうすぐなんでね、はい、もうすぐ着きます。これが床っていうか下だよね。で、私こうやって芝歩いてるけども、日本とねちょっと違うのは、基本的にこっちのアメリカって芝歩いていいんだよね。大学の時もお話しましたけども、芝は歩いていいので芝歩くんじゃねえよとかっていうのはちょっと勘弁してください。でほらさっきも見ましたクイーンメリー号ですね、あります。帰りはね人がいっぱいいる方向からね帰っていこうと思います。こっちだね、だから逆に進むってことだよね。北に北にって、進んでいきます。でついでにね、なんでここ車が混んでるかっていうと、みんなねあそこのね駐車場に止めようとしてるんだね。それがまあ一番便利だし近いんだね。水族館に近いしね、水族館だって
ここだからね、うん、だからね、皆さんねここに泊めているわけですね。なんかすごい人だね。ちょっと私もねこれくらい船に並んでる人たち見たことないんだよね。いつも好き好きだから大丈夫なのかなと思ったんだけど、だけども大丈夫そうだよね。なんか立体機動装置だよねこれ。立体機動装置の訓練進撃の巨人の、まあ日本でもあるけどねこれね。でさっきのね立体機動装置のところを渡ってこっちに行ってみようかね。でこれね私前もねロングビーチの動画を作ってるんだけども、まだね私の動画でロングビーチの見たことなかった方はね、こっち側はこんな感じだなって思っていただければ、ありがたいです。はい、そしてねさっきの立体機動装置からね、立体機動装置っていうかね、まあ南のねほらクイーンメリー号のところからね、2階に登ってきました。でフーターズ、日本にもねフーターズできたってお話なんだけども、フーターズね前ここじゃなかったのよ。フーターズ前あったのはこっちもっとね北側にあったんだね。でフーターズのね動画ね私まだ動画にしてなかったな。でもほんのちょっとで短いんだけども、それもねいずれちょっと機会があったらね動画にしようと思います。でここね、入ってで北へ進んできます。ここね外から見るとねジェットコースターみたいにねほらほらなんかくね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 してて、なんて言うんだろうね、その外側から見るとジェットコースターみたいな感じに見えるんだけども、中入るとね実にね普通のシンプルなね橋になってて、別にね中がぐにょぐにょになってるわけじゃなくて、ただ単にねほらこの上のね咲いてる柱のところがぐにょ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 になってるだけなんだね。であとはねこのまままっすぐ進んでからね、下降りて、ちょっとしたね町みたいな町っていうかねお店とかがあるところに行って、駐車場に戻りましょう。そうそう観覧車もあるんだよね。観覧車もあって大体あそこら辺にねあそこら辺よりも もうちょっとね北にね降りてくって、考えていただければと思います。そしたらねさっきのね、ほらところを降りてで、ぐるーっと回ってはい、でもあとはね歩いていくだけだよね。そうするとね、ちょうどね私動画作った時にねこっから実は来たでしょ。だから、帰りもね本当に目の前にね、出てくるんだね。今のところから出てくると私が駐車場を止めた場所にもう真ん前に出てくるんだね。あとはもう車に乗って帰るだけですね。でどうせなんでねこんな感じ風景は。ではい、信号ね渡ってここに来ました。逆側のねところに戻ってきました。で私ね動画作るときにね、こっからスタートしてよね、ね、こっちから歩いてきますって言って中央入ってきます。で、私が駐車場で駐車車止めてるところってまさにここなんだけども、位置関係ねちゃんと把握するためにちょっと一回登ってで、コンベンションセンターのね上にちょっと行ってみようね。はい、そうするとね位置的にねほらジュラシックパークのさ車あるでしょ。だからこうなんていうのこう大きくまっずっとまっすぐ行って大きくぐるっと一周してきたことになるんだね。で、このコンベンションセンターに戻ってきたって形になりますね。はい、それではですね本日の動画これで終わりにします。私ですねその他にもですね海外の動画撮っておりますしゲーム実況動画も撮っておりますのでよかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。ロングビーチからでした。